成の経営のエッセンスの時間です。この番組は東京コンサルティングファーム会長公認会計士の久野が様々な経営のテーマに独自のメソッドでヒントを与え、皆様の経営に役立つ情報を提供するものです。コンサルティングファーム公認会計士の久野です。昨日に引き続きですね、社員主義対顧客主義どっちが大事、もう私はずっとですね、顧客主義が大事だと。顧客なくして企業っていうのは成り立たない。どっちが大事って言われたら、もちろん顧客主義でしょ。30代の時ずっと考えてた、まあ、40代も考えてた。ただし、50代。今私55なんですけど、50代はですね、ちょっと感覚変わってきたんですね。これ第3の意見。そもそも、顧客主義対社員主義、どっちが大事っていう質問が間違えてる。顧客主義と社員主義っていうのは、一つの価値の循環の中に表裏一体になっているものなんだっていうことが理解して、つまりどっちも切り離せない。このどっちも切り離せないんだけれども、これをどのように説明していくのか。顧客主義ってどういうものかっていうと、お客様の価値、お客様が望む価値を考えて、お客様のためにですね、こう仕事をしていく、こっちのベクトル。社員主義というのはまた反対のベクトルですよね。会社から社員に、まあ、社員を大事にして、給与、福利厚生、ね、承認欲求を満たし、成長機会を与える。これどうやってリンクさせて、まあ、リンクはしてるんですね、価値の循環としては。この3つの輪っていうのは、これ私のオリジナルのコンセプトなんですが、これで経営の全部が私は説明できると思ってるんです。で、ここの、まあこれ等価交換、上と下が等価交換なので、お客様のことを考えれば考えるほど、そのいいものを提供すれば売上利益が増えてきちゃう。売上利益が増えれば、給与も上げられる、福利厚生も上げられる。まあ、承認、いい仕事をしてもらって承認してあげて、会社が伸びていくので成長機会も与える。この給与と福利厚生っていうのはどちらかというと一体型のものなので、社員の望むものっていうのは私はこの3つだと思ってですね、お金、承認欲求、成長機会、この3つを提供している。必ずしもお金や福利厚生だけに偏っちゃダメだ。承認っていうのはただなんですね。成長機会っていうのはビジネスを広げていけばいくほど成長機会って増えていくので、社員を成長させるってことは会社を成長させない限りできないんです。ということは成長機会っていうものは最もウィンウィンになりやすい。このウィンウィンになりやすいものをもうどん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 こう、人間っていうのはやっぱりエモーショナルな、まあ、感情の動物なので、お金だけじゃ動かない。で、ちゃんと認めてあげること。で、順番からいくと、この1,2,3の順番ではなくてですね、実は経営っていうのは3,2,1の順番で考える。ただしこうマズローの欲求段階説なんかはこの 1,2,3 と、お金の欲求から承認欲求、最後の自己実現という形で 1,2,3 という形で流れていく。これは社員の望むものっていうのは 1,2,3 っていうふうに来るんですが、来やすい。ただし経営からすると 3,2,1 の順番でやっていかないといけない。まあ、いずれにしてもですね、こういうものを提供してあげる。そして、ここもまた等価交換ですね。労働力を会社を通じてお客様に提供する。で、これがどん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 循環していくことによって、ウィンウィンウィン。社員も会社もお客様も、まあ、全員が、まあ、負けない。ウィンの状態。勝つ状態になる。こっちが顧客主義、こっちが、こちらが顧客主義、こっちが社員主義っていうベクトルなんですが、
これどのように説明するかというと、うちの業界でですね、これを自転車の前輪と後輪っていうふうに説明された方がいた。これすごいなと。顧客主義はこれ前輪。これ前輪。ハンドル。顧客主義というのは会社の方向性を決めていくものなんだ。これは、ここ、会社、ここはペダルをこいでですね。社長がペダルこいで。ハンドルは顧客主義。会社の方向性は顧客主義によって決まりますよ。会社の動力なんですね。ペダルは足。後輪っていうのは足。前輪は手にリンクし、後輪は足のペダル。これは動力。ここをどんどん与えていかないと、もうそもそも自転車が回っていかない。つまり社長の仕事っていうのは、顧客主義によって前輪で方向性を定め、後輪でもう徹底的に漕ぐ。そして前に自転車はどんどん進む。前輪なくして後輪だけ漕いでてたらですね、どこに行くかわかんないです。転んじゃうかもしれない。じゃあ前輪だけ行ってても、顧客主義って言ってても、社員がついてこなければ理想の実現なんてないわけですよ。そうするとこの二つっていうのは非常にリンクして方向性と動力だって説明され、あ、なるほど。こう考えれば二つって一緒になるな、思ったんです。で、ここでもう一個疑問になるのは、じゃあ、社員主義っていうことを言ったときに、社員が甘えちゃうんじゃないの？社員は、社長、社員主義って言ってんだから、もっと社員大切にして、もっと福利厚生、もっと給与、上げてくださいよ。社員主義なんでしょ？もっと上げてくださいよって。いや、これにどうやって答えていくの？ここの問題を解決しなきゃいけない。ここの問題意外と難しいんですね。会社の中で社員主義っていうのが、最近の会社もですね、ホームページで、うちは社員主義なんです、歌ってる会社いっぱいあります。でも、社員主義なんですって言って、この会社大切にしてくれるの、じゃあね、大切にしてないじゃないですかって一切入って。給与も大したことないし、福利厚生もそんな大したことないし、もっともっと上げてくださいよっていう社員を、とどのように強調して、ウィンウィンウィンの状態を作るのか。この社員主義、考え、これですね。またこの言語化で、いい言葉発見した。京セラの稲盛さんがですね、すごくいいこと言った。社員は、この社員主義という社員は、特定の社員を言ってるんじゃない。全員。複数。もし特定の社員が、例えばサボったりとか、規律に反することしたら、社員主義で起こる。お前がそんなことやってたら、みんなを守れないじゃない。お前が規律を乱したら、みんな俺は守っていくことができないだろう。ね？給与を上げろと。いや、給料を上げろって言ったら、会社の利益がなくなり、R&D のね、例えば費用をかけることができなくなる。誰かの費用を削らなきゃいけない。そうしたら、開発する商品もできなくなったら、究極的にはお客様に迷惑かかっちゃう。特定のものだけのための社員主義じゃない。これは複数なんだ。社員っていうのは、社員主義って言葉を聞くと、自分個人に常に当てはめようとするんですね。だから、自分がどうなのか、自分が満たされてるのかどうか、じゃなくて、稲盛さんが言われた社員主義っていうのは、全部の社員を豊かにし、守る。この意味っていうのは、究極的には会社が利益を上げなければ実現しないんですよ。全部の社員を守り豊かにしていくこと。会社が利益を上げなきゃ実現しないし、それはお客様が
満足していなければ実現しないんですよ。単数形じゃないから。社員主義は全部だ。つまり稲森さんが使った社員主義っていうのは完全に顧客主義と同じ意味になってた。これびっくりした。あ、そうか。言語化に優れてるんです。優秀な経営者。だから、顧客主義っていうのを社員主義っていう概念で説明しきっちゃう。これが言語化能力なんです。つまり全く同じ状態のものとして社員主義を社員に説明してる。素晴らしいな。この言語化能力に優れてるから、社員主義といっても、会社も顧客も困らない。つまり、お客様に価値提供をしていくのは直接社員なんですね。経営者は、社員をサポートするから、社員主義。経営者は、社員をサポートするから、社員主義でいいんです。しかし経営者はハンドルを握っているから同時に顧客主義という方向性は常に見てなきゃいけない。でも社員に言葉をかけるときに別に社員主義でいいんです。動力、これやるのは経営者の義務ですよね。たくさんの給料を払いたい、もちろんです。業界水準を超える給料を払ってあげればいい社員絶対雇えるんだから、たくさんの給料を払うっていう目標設定っていうのは会社の中でものすごく重要なんです。なぜならいい社員が集まってきちゃうから、それによって。ということは、たくさんの給料を払うためには、たくさんの利益を上げてなきゃいけない。私たちはみんなにたくさんの給料を上げたいんだ。社員主義。たくさんの給料、業界水準を上回りたい。そのためには何をするの？これライフ、ワークラインバランスと同じコンセプトですね。そのために何するの？それはお客様を満足させて利益を上げるしかないんですよ。お客様を満足させない限り利益上がらない。利益が上がらなければ社員の給料も上がらない。福利厚生も上げられない。だからみんなで豊かになるにはお客様を満足させていくしかないでしょ。だから一緒に協力してやろうよ。ここでですね、経営者っていうのはまた考えるんです。理想がある。自分たちの生きる意味って自分たちが満足するためなの？それとも社会に貢献し人々を豊かにするためなの？この現実主義で言った時に、社員がいや自分たちの幸福のために働いてるんですっていうのと、いやもっとこのお客様の先にある社会を考えて、そもそも経営理念ってこっちのベクトルで言ってたよねって、経営理念こっちだ。そうすると自分たちが幸福になるためにお客様を満足させなきゃいけない。お客様の満足をまるで手段のように使うっていう言葉が経営者の中ではどうしても受け入れられないんですよ。そうするとこの言葉が使えない。社員顧客主義の裏返しとして、これが経営者の理想なんだから、現実主義になった時にこの言葉が使えない。でも優秀な経営者は言語化能力に優れているので、その意味を社員主義という言葉に落とし込み、自分たちが社員が豊かになるとなりたいと思っている人たちも満足させて巻き込む力を持っているんです。決してそれは自分の理想を曲げてるわけじゃない。この状態になった時に初めて一段上の経営者になっていける。これに私が気がついたんですね。これでもすごい時間かかった。本当に経営始めてもう20年近く、もう今23年目なんですけど、50代ぐらいにやっと分かってきた。ただまだ私も理想主義者なので、なかなかこの言葉はですね、分かっていても使いづらい。ただ有能な社長っていうのはこれが使えちゃうので、私もそれ見習わなきゃいけないな。経営者は社員主義でいいんです。ただし社員は絶対に顧客主義でなければいい。ここは絶対なんです。経営者は社員主義と言っていいんです。社員はベクトルこっちですから、
社員主義と言っていいのは社長だけ。これルールなの。社員が社員主義っていうのはダメなの。社員は顧客主義なんです。お客様に向かって仕事してる。でも経営者は社員にを通じてお客様を見てるので、経営者は社員主義。ただしこの社員主義はこことの裏返し、ちょうどここを実現するためにはここを実現、ね、顧客主義を実現しないと価値が回ってこないから、だから裏返しとしての社員主義、そして社員を実際に福利厚生給与承認を与え、成長機会を与え、これを徹底的に実践すること、この実践ができるってことは利益が上がってるってことだし、利益が上がってるってことはお客様の望む価値が提供できてるってことだから、誰も損しないんです。給与が上げられる状態にさせていくこと、成長機会を与えられる状態にさせること、それが社員主義、つまり顧客主義と全く同一の概念というふうに経営者が認識しきったときに、社員主義っていう言葉が本当に使えるようになる。社員、そして社員にもその意味を本当に伝えられることができる。顧客主義っていう言葉だけ使っていると社員っていうのは必ず自分たちが犠牲になっている、自分たちが無視されているっていうふうになるんですね。経営者一人で始めているときはいいんですよ。社員がいないときは、私も一人で顧客主義って考えてやっててうまくいったっていうのは、私が一人でお客様のことを考えて仕事してるときにはそれでいいんです。ただ組織を持ったときには、社員を巻き込める力っていうのがリーダーなんだから。そして社員は絶対に顧客主義。ここは絶対。社員が社員主義って言うんであればダメ。これは社員は顧客主義。そして社員を叱るときには社員主義を使ってください。他の人たちに迷惑がかかる、これよくですね、経営者はお客様に迷惑がかかるだろうって言うんです。それは直接的にはそうなんです。お客様に迷惑かけてる、そうじゃない、他の社員に迷惑、みんなに、仲間に迷惑かかる方がきついんですよ、社員と。だから仲間に迷惑をかけないように、社員主義っていうコンセプトで社員を叱らなきゃいけない。お客様に迷惑をかけるな、まあ、頭では分かっても心に響かないんです。規律を守らない人間を叱るときは社員主義で叱らないとダメ、顧客主義で叱っちゃダメ。この概念が理解できたときに、本当の意味で2つの意味は統合化される。おさらいしておきますと、社員主義は単数ではない、複数形です。そして経営者は社員主義でいい、大事ですね。社員は顧客主義でいい。なぜこの2つが両立してしまうかというと、こういう形で価値が循環し、顧客主義は前輪自転車、社員主義は後輪だ。この2つは経営の中でワンセットだから矛盾していない、2つの概念は矛盾してない。つまり経営で大事なのは社員と会社と顧客のウィンウィンウィンの状態を作っていくこと、これなくして経営の永続ってないんです。だから顧客主義と社員主義はもうコインの裏表なんです。一緒、どっちかだけができるなんてことはない。その意味でそもそも社員主義か顧客主義かという問いが間違えて、この2つを統合した時に初めて本当の経営っていうのができるようになる。ここがポイントです。